サイト、38時油木園の SCP-1087。写真は遠隔操作によって撮影されたもの。アイテム番号 SCP-1087。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-1087 はサイト、38時油木園に収容されます。SCP-1087 の必要栄養量を満たすために、自由木園に20種の昆虫や小鳥が備えられます。実験時を除いて、職員はタイプ、2呼吸器を装着せずに自由木園に入室しないでください。SCP-1087 の影響についての実験は D クラスに対して行ってください。他の SCP の研究との干渉を避けるために、実験は午後10時から午前6時の間に行ってください。SCP-1087 の影響を受けた D クラスは、財団職員が彼らに近づくことで危害を受ける前に収容されます。説明 SCP-1087 は U の白いフィリピンメガネザル、ターシウスシリクタ、です。年齢は5歳であると推定され、体重は 700g です。SCP-1087 の唾液には、通常は霊長類の体内では生成されない未知の化学物質が含まれています。化学物質はそれのみでは不活性です。しかし、一旦哺乳類の治癒と接触した場合、対象の外分泌腺に移動し、そのせい化学的機能を変化させます。この結果、影響を受けた動物、以下、対象、とします、は、SCP-1087-1 として指定されたフェロモンを生成、分泌し始めます。SCP-1087-1 は全ての外分泌系で分泌されると同時に、対象の血液、唾液、汗、排出液で見られるようになります。対象は高濃度のフェロモン、ミリグラムマイリットルに及びます、を生成し、そして最終的には極度の疲労及び脱水に至ります。SCP-1087-1 に接触した哺乳動物は、特にフェロモンの放出によって、ますます扇動されます。時間の経過につれ、フェロモンは、人間を含む近傍動物の判断力を著しく低下させます。そして、対象、周辺の全哺乳動物に、対象、を攻撃するように仕向けます。SCP-1087-1 の濃度は特に血液中で高くなります。流血するほど攻撃が過酷になった時、より多くの動物が影響下の領域に引き寄せられ、対象、への攻撃に加勢します。実験により、最低でもタイプ、2またはそれ以上の財団の基準を満たす呼吸有機器を用いずに、対象、を救出することは、事実上不可能であるということが示されています。使用しない場合、あらゆる救出行為は SCP-1087-1 を前にして無力であり、救出を試みた者は同様に、対象、への攻撃を開始します。対象、が死亡すると、すべての攻撃者は、対象、を捕食することなく立ち去ります。これは、SCP-1087-1 の影響下にある動物の肉は有毒であるということを示唆しています。SCP-1087 がこれらの影響を受けないということは指摘されるべき事実です。SCP-1087-1 は SCP-1087 の生化学に一切の影響を与えません。SCP-1087 は他の捕食者が有毒であるとみなした肉を食べることで、自然と餌を得ているようです。SCP-1087 は周囲の人間に警戒心を示しますが、比較的低いリスクで餌を得られると悟った場合、躊躇ない人間への攻撃を開始します。この点に関しては、メガネザル本来の夜行性によるものです。回収ログ 1087-1SCP-1087 は家畜の変死の耳石について発見されました。これには、地域内のある牛が他の牛によって踏みつけられて死亡し、その後、未知の小さな肉食動物、断じて、他の基地の動物ではありません、によって捕食されたという事実を含みます。財団職員は、周辺地域の調査のために数マイル離れた納屋へと向かいました。納屋は使われておらず、所有者は8歳の息子を殺害したことで実刑判決を受けていました。機動部隊は麻酔ガスの使用によって SCP-1087 を確保し、サイト38に収容しました。
被害動物の各々に小さな霊長類のものと思われる噛み傷があったために、米国南東部での異様な一連の残殺事件は SCP-1087 と関連があるのではないかということが、別の調査によって示唆されました。しかし、この仮説を支持する決定的な証拠は回収されていません。